大山康春3月13日から1992年7月26日は、将棋騎士、15世名人、騎士番号26、君金,金次郎九段門下。主な記録としては、公式タイトル獲得80期、一般棋戦優勝44回、通算1433勝等がある。衛星名人、衛星十段、衛星王位、衛星棋聖、 衛星王将の5つの衛星称号を保持。順位戦永久に在籍しながら、1977年から1988年まで、日本将棋連盟会長を務めた。弟子には、有吉道夫、中大佐をなめ方昭二などがいる。1990年には、将棋界から、初めて文化功労者に選ばれた。聖夜儀君二刀髄法将。 岡山県倉敷市出身で、倉敷市を呼び、青森県上北郡小平瀬町の名誉市民、名誉町民。1923年3月13日、岡山県浅口郡河内町西町に生まれる。5歳頃から将棋を覚え始める。才能を注目されて、1935年に大阪に出て、同じく、 岡山県出身の君金次郎八段に入門し、内弟子となる。同1935年、創設されたばかりの関西奨励会に6級で参加。順調に商談し、1937年には二段になった。君門下の兄弟子に、大野源一、角段光つ男、そして、修正のライバル増田光造がいた。内弟子時代、初めは、 兄弟子のマスダ構造が受け将棋で大戦は攻め将棋だったが、二人で数多く対局するうちに、マスダは攻めが強くなり、大戦は受けが強くなったという。しかし1938年には、師匠の弟であり、君家に居候していた、君栄二郎と中将棋と囲碁に明け暮れる毎日を送り、この年は二段のままであった。一方で、 この時期に中小棋を学んだことで、駒の連携を重視する、用心深く、粘りのある大戦の気風が生まれたと大戦自身が、述べている。また、この時期に囲碁を本気で勉強したことは、大戦が、戦時中に兵役に着いた際に身を助けた。晩年に至るまで大戦は囲碁を趣味としており、1950年代には、日本紀委員から天五段の免状を受けていた。 1940年に4段、1941年に5段、1943年に6段。1942年には、大阪毎日新聞の食卓となり、月額100円の手当を支給されるようになった。太平洋戦争中の1944年に、召集され、5月1日に、岡山市北部に兵営があった陸軍の48部隊に入園した。 大戦は4月18日に倉敷の自宅で招集令状を受け取った時点で6段で11勝3敗の成績であり、あと4勝で7段に昇段できる状況であった。大戦は直ちに大阪に行き、入営の前に4局刺させてほしいと師匠の君に願い出た。大戦の希望は叶えられ、4月20日から23日の間に王の玄一、8段、 高島和樹よ六段、松浦卓造四段、星田慶造四段と四局を指したが、松浦四段に一敗を騎士し、三勝一敗の成績で商談はできなかった。将棋大制会は、出生すれば、生還を望めない状況を鑑み、出生が決まった棋士を無条件に商談させていた。川口俊彦は、退散も何もしなくても七段に商談できたはずなのに、 あくまでも、実力での商談を望んだのは、真の将棋雑誌であった、大戦の人柄を表している、と表している。同じく、川口俊彦は、当時の大戦に勝てる騎士は、関西に存在せず、そもそも、死にに行く、出世騎士に加藤などと思う騎士がいるわけもなく、大戦がいっぱいを喫したのは不思議である。大戦は勝つのが当然と油断しており、 その隙を松浦四段に疲れて負けたのだろうと推定している。負けた時、大戦は自分が仲間に嫌われていること、勝負は油断してはならないことを身にしみて感じたであろう。この事件が後の大戦の生き方に大きな影響を与えたのは間違いない。川口敏彦、入営して二等兵となった大戦は厳しい初年兵訓練を1ヶ月受けたが、 その後に方向に回された。同僚の兵は多くが沖縄戦に投入され生還できなかったが大戦は戦地への動員を免れて岡山に残留した。岡山県出身の上官が特殊技能を持つ兵は岡山に残すと判断した結果のようであった。私は小学校時代から将棋の死につき君門に入り、 永世名人になって124回の優勝を重ねてきた。そのためには自分なりに努力をしたつもりだが、一つには運に恵まれていたと感謝する。ことに、軍隊では幸運をつかんでいなければ、沖縄戦に参加して、おそらくは生きて帰れなかっただろう。大山康春、1945年4月25日に大戦の所属部隊が再編成され、 本土決戦に備えて、南九州に進出した。そこで、所属部隊を離れて、上級部隊である、第154師団の司令部府となり、宮原武雄大佐の当番兵となり、終戦を迎えた。以下は、宮原武雄大佐の戦後の証言による。戦後に復員して騎士に戻り、創設された、順位戦に、B 級六段として出場。 1947年に7段昇段。1948年、時の塚田正夫名人への挑戦者は、増田光造八段と見られていたが、大戦は、B 級1位ながら、当時の変則運用により A 級騎士を連覇して、A 級1位の増田にも、高野さんの決戦で新勝して、初めて名人挑戦者となる。25歳での名人挑戦は、 当時の史上最年少記録であった。後に加藤一文に更新される。また、二十代での名人戦登場は、史上初のことであった。しかし、第七期名人戦は2勝4敗1 0日でで敗れる。この年、A 級八段に昇段。1950年、A 級順位戦に優勝し名人挑戦者、決定戦も制して、第九期名人戦で、 木村義尾名人に挑戦するも2勝4敗で敗れる。その後、新設された第1期球団戦で優勝して初タイトルとなる球団を獲得。当時、段位は最高で8段までで、球団はタイトルであった。27歳でのタイトルホルダーは当時の最年少記録であった。20代でのタイトル獲得も史上初のことであった。 1951年9団のタイトルを防衛。1952年29歳の大戦は第11期名人戦で木村義雄名人に挑戦して4勝1敗で勝利。当時の史上最年少名人が誕生した。20代での名人獲得は史上初であった。また、球団のタイトルも保持していたため史上初の日韓達成。ただし、 旧番位は、直後に、塚田正夫挑戦者に奪われる。名人くらいの箱根越えは、坂田三吉以来の悲願の上就であった。以後、5連覇して1956年には、永世名人の資格を得る。1952年から1954年には、名人、王将の二冠を3年間保持した。1956年以前の九段戦は、 名人不参加であったため、当時の大戦は、全冠独占とは扱われないものの、出場しているタイトルはすべて獲得していることとなる。関西在住だったが、1955年に、東京に今日移す。高野さんの決戦に敗れ、名人挑戦、名人獲得と大戦の後陣を廃していた、増田幸造であったが、荒手一生、名人に強者を引いて勝を標榜しながら、 巻き返しを狙っていた。1955年度、マスダは大戦から王将洋、ダッシュ、二冠の一角を崩す。この時、王将戦の規定で、マスダは大戦を高落ちに差し込んで屈辱を味わわせ、名人に強者を引いて勝つという念願を達成している。この時の心境を、大戦は腹綿がちぎれるほど悔しかったと言っている。 1956年の第16期名人戦において、第12期、第13期とマスダを退けてきた大戦は、ついにマスダに名人を奪取され、無冠に転落した。マスダは、名人、九段、王将の全冠を独占して、機械発の三冠王となった。その後大戦は、1957年度の王将戦、1958年の九段戦、 1959年の名人戦と、マスダから次々とタイトルを奪回して無冠に追い込み、機械二人目の三冠王となった。この頃の、助からないと思っても助かっているという大賛の言葉は、センスの記号などでよく知られている。以後、マスダは、タイトルを一つも獲得できなかった。1959年に三冠王となった大戦は、 1960年創設の王位戦で王位を獲得して初の四冠独占をし、そして1962年創設の棋聖戦で棋聖位を獲得して初の五冠独占を果たした。1959年から1966年頃はタイトル棋聖でほぼ無敵の極正期であり、1962年から1970年頃も4度、5可能になった。 特に、1963年から1966年にかけてはタイトルを19期連続で獲得し、その間、他の騎士たちにタイトルを一つも渡さなかった。大戦の前世紀は、1950年代後半から1960年代の日本の高度経済成長期とほぼ重なっている。二上達也、山田道義、加藤一文。 内藤国夫といった若い春祭たちが次々に挑みかかったが、大戦の正確な受けによる受けつぶしに阻まれた。また、木村義夫、増田光三らと同様に、大賛も、しばしば、番外戦を駆使したと言われている。しかし、1960年代末期になると、山田道義と、その研究グループ、山田教室で腕を磨いた、中原誠が対等してきた。 山田は溶接したが、中原は大戦攻略術を編み出した。桂馬をうまく使うことが大戦の硬い囲いを崩すのに有効だったという。あるいは中原には大戦の番外戦が通じなかったとも言われ、大戦は中原だけには非常に相性が悪かった。中原とはタイトル戦で通算20回戦っているが、うち大戦の獲得数は4。 中原の獲得数は16である。1968年から1972年度にかけて、大戦は中原によって次々とタイトルを奪取され、50歳目前の1973年王将戦で無冠となった。大戦が無冠となったのは16年ぶり。中原はこの年に四冠王になり、機械の太陽と呼ばれ、大戦時代が終わって、 中原時代が来たと言われるようになった。その1973年、無冠になった大戦は、特例で現役のまま、衛星王将を名乗ることが認められ、1976年には、同じく現役のまま、15世名人を重ねくらいした。これらの衛星称号を名乗るのは原則として、引退後であるが、 大戦がすでに将棋界の一時代を築いてきた実績を持つ騎士であることを考えると、称号なしの球団とは呼べないという連盟側の配慮であった。しかしながら、中原時代の大戦も分の悪い対中原戦を除けば、依然として強さを発揮し、50歳代にもかかわらず十段1機、棋聖7機、王将3機の計11機を獲得した。また、 谷川工事によれば、通算成績においても、20歳代の時より50歳代の時の方が多く勝っているとのこと。その他では、谷川、羽生善治などにも負け越している。倉敷市芸文館に併設されている、倉敷市大戦名人記念館1974年には、将棋会館建設委員長となって、日本将棋連盟本部である、将棋会館の建設に、 1977年には、関西将棋会館建設副委員長として、関西将棋会館の建設に尽力。1977年から1988年には、第一線の永久騎士でありながら、日本将棋連盟の会長に就任、プレイングマネージャーとして、将棋階層本山の運営にも、精力的に従事した。会長に就任した頃から、 将棋の普及活動に、ひときわ熱心に取り組むようになった。少なくとも名人でいる間は、大戦は悪役だった。騎士の大半が好感を持っていなかった。しかし、50歳を過ぎ、会長になってから人間が少し変わった。ファンに誠意を持って接し、サービスの限りを尽くした。晩年はファンからの大戦の悪口を聞いたことがない。川口敏彦、大戦は、 1978年4月、55歳の時に、将棋普及のために、青森県上北郡桃石町を初めて訪れた。それ以来、大仙は道町を繰り返し訪問し、第二の故郷と呼ぶほどの深い交流を持った。1989年には、桃石町名誉町民の称号を贈られに、小平瀬町が発足してからは、小平瀬町名誉町民、 没後の2004年には退散を検証する町立の施設大戦将棋記念館が建てられている。出身地である倉敷市からは1953年に倉敷市文化賞を1970年に倉敷市名誉市民の称号を贈られ、没後の1993年には倉敷市大戦名人記念館が建てられ、同じく1993年に 女流騎手のタイトル戦として、大戦名人杯暮らし気戦が創設されている。1990年には、将棋界から、初めて文化功労者に選ばれた。この他の大戦の表彰、検証としては、次のようなものがある。また、現役騎手としても、下記の賞を受賞している。晩年の大戦は、 肝臓癌と闘病しながら何度も復帰して永久順位戦を戦い、さらにはタイトル獲得に挑み続けた。歓歴を過ぎた60歳で NHK 杯テレビ将棋トーナメントで優勝し、63歳となった1986年に名人戦で中原名人に挑戦し、平成元年度の1990年には棋王戦で66歳にして、 南宝一企業に挑戦した。この企業挑戦は、タイトル挑戦の最高齢記録である。この年代になって、順位戦で高級の危機に瀕することはあった。A 級から落ちたら、引退するという退散の決意はファンにも知れ渡っており、注目を集めたが、A 級の地位を維持した。1987年度は、生涯最低の3勝6敗の成績ながらも、 最終戦を待たずして残留が決定していた。1990年度は最初に5連敗したが、その後4連勝して、高級を免れた。さらに1991年度3月までのジュニー戦では、がん治療中のみでありながらも、名人挑戦権を争い、残り1局の時点で、単独トップの谷川康二4冠王を最終9回戦で破って、 6勝3敗の4人でのプレイオフに持ち込んだ。プレイオフはパラマストーナメントのためリーグ表で会の大戦は3連勝をする必要があったが初戦の対高橋道夫戦で敗れた。これが大戦がフル出場した最後の順位戦となった。翌1992年度の順位戦も休場せずに生涯現役を貫き、 永久の地位を守ったまま1992年7月26日に死去した。永久在籍のまま死去した。棋騎史は山田道義に続き史上二人目であり、後に村山清も永久在籍のまま死去したが、山田と村山は将棋騎史として絶頂期といえる若い年齢で死去したのに対し、大戦は69歳という高齢で、 永久の地位を維持し続けていた点が特筆に値する。大さが残した69歳4ヶ月の永久在籍記録は将棋史上最年長であり、現在も破られていない。史上最強の騎士は誰かと聞かれれば、大山康春と私は答えることにしている。実績において大戦を破るものがあるとすれば、羽生義シ春だろうが、 それでもまだ今後の活躍次第と言っていいだろう。米長国夫の意向より、米長国夫は、大戦の終盤での強靭な粘り、最前手ではない、あえて相手の握手や疑問手を誘うようでを指す逆転術を、終盤が二度ある、二枚腰と評した。同じく、米長国夫は、大戦将棋の真髄は受けにあり、守りのようとなる金の使い方の巧みさでは並ぶものが、ない。 と評している。大さが1992年に死去した後、藤井武氏が大戦の寄付を徹底的に研究して、藤井システムを創案し、それを駆使して1998年度に初タイトルとなる竜王を獲得した際に、藤井の将棋と大戦の将棋が酷似していると感じた、米永国夫は嫌なものが生き返ってきたかのようだ、という趣旨の発言をしたという。 ハブヨシハルは、大戦の気風について、読んでいないのに急所に手が行く、最善手を追求しないと表している。大戦との実戦では、まあこんなところだろうという感じで手が伸びてくるのが、ぴったりあたり、まさに名人芸という差し回しであったと表している。若い頃の大戦は、その当時の主流であった矢倉や、腰掛け銀などの遺飛者が多かったが、突如振飛車等に転向。 特に、美濃囲いでの島美車と角銀中飛車を好んで指した。この天候について、勝又清和は、ファンに喜ばれる将棋を指そうと考えたためと、説明しているが、大戦の場合は多忙の中、兄弟子の王の源一から序盤がある程度決まっている。振り飛車を進められたためとも言われている。しかしその一方で相振り飛車は極端に嫌っていて、 相手が飛車を振った場合は必ず飛車で刺していた。鈴木大輔は、大戦が相振り飛車を嫌っていた理由として、当時の相振り飛車で一般的に使われていた、金無双の右銀の使い方に苦心していたためでは、ないかと話している。その根拠として、大戦が最後に刺した相振り飛車の対局では、大戦は二枚金の形にはしたものの右銀は二八に、 あぐずに3級に置いたまま戦い、最終的に終盤で取られてしまうまで3級から動かすことはなかった。相手の哲手いの時には、相手が盤上のどこを見て考えているか視線の方向を観察していた。高島和清と共に対局相手に無形の圧力を加えるなど、いわゆる番外線を駆使した面がしばしば強調される。 例えば有名な高野さんの決戦である。A 級1位だったマスダが、塚田正雄への挑戦者で当然だったが、名人戦を当時主催していた毎日新聞社は、自社の食卓騎士であった、B 級1位の退散を強引に参画させるため、突然に A 級上位3名と B 級1位のプレイオフで、名人戦挑戦者を決める変則を実施した。 朝日新聞社の嘱託騎士であったマスダには、対局の日程も場所も事前に通知がなく、真冬の高野さんに行くマスダに同行者を出さないという、礼具をした。しかも、十二市腸の具合が良くなかったマスダは温暖な場所での、対局を依頼していたが、毎日新聞社は、寒冷な高野さんを選ぶなど、マスダは対局する以前に、大戦側から、 強烈な番外線を食らっていたという説もある。一方、川口敏彦は、毎日新聞社が、朝日新聞社の食卓騎士であった増田に、悪意のある仕打ちをしていたというのは、増田の考えすぎであろう、という趣旨を述べている。昭和23年の高野さんの決戦の後の昭和28年に毎日、新聞社に入社し、長く感染記者を務めた、井口昭代は、 下記のように述べている。敗戦から3年を経た、昭和23年、未だ日本の食料事情は厳しく、高野さんの決戦については、対局の前夜に供されるすき焼きの材料は、主催者の毎日新聞社が提供し、高野さん滞在中に関係者が食べる白米は、高野さんが提供し、砂糖のマスダに欠かせない酒は講演者が提供した。 食料確保のための関係者の努力は多大なものであった。なお、大戦の側も朝日新聞社が名人戦を主催するようになって、以降は相当の番外の圧力を被っていたという説もある。マスダが勝てば役員総出で大宴会になり、大戦が勝ったらそのまま全員帰った。大戦がマスダに敗れれば、カメラマンが何度も、 投了の瞬間を再現するよう迫ったという逸話が伝えられている。これで奮起した大戦は2期後に、名人をマスダから取り戻し13期連続、通算18期名人を獲得し、その後二度と修正のライバルであったマスダにタイトルを譲ることはなかった。日本の古典将棋である、中将棋の権威でもあり、さらにはチェスでも日本チャンピオンになり、 日中国交正常化の翌年1973年に日中臓器協会を設立して会長職を務めて、シャンチーの普及にも務め、日中協会の役員にもなって日本将棋の中国への普及にも務めた。登場、連覇の太字は歴代最多記録。詳細は大山安春の戦績を参照。他の騎士との比較は、 タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を3勝合計44回このほか東西対抗賞計戦5勝以上1回がある。本棋戦は本来は、名人の参加しない一般棋戦だが、この年は特別模範勝ち抜け戦と題して、名人の大さが特別に参加した。この優勝相当成績は、 日本将棋連盟の公式の一般棋戦優勝回数には含まれていない。生涯成績1433勝781敗、勝率0.647マスだと2条の対局数は、タイトル戦での持ち将棋各1局ずつ含む。有吉、米長、谷川、ハブの対局数と、負け数は、大戦の死去に伴う、不戦敗扱いを、各1局ずつ含む。 他多数、ありがとうございます。